キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、今シーズンの、ね、反省と来シーズンの課題というところでね、はい、総括、今日はパリーグです。はい、ロッテです。おー、ロッテからいきますか。はい、まあね、はい、今年は優勝予想して。そうでしたね。うんうん、まあ俺の想像通りね、はい、の結果になりましたけど。どういうことですか、想像通りで。優勝って予想をして、優勝って予想をして俺の想像通りの順位になったっていう。だから当たってんだよ、予想が。え、どういうことですか。え、だって予想は優勝って言ってるんですよ。そうだよ、5位になりましたよ。だから当たってるよ。え、優勝って言っときながら、あ、優勝しないだろうなと思ってたんですか。うん、うん、優勝だけども、はい、レアードとマーティンが打たなかったら B クラスですよって言った。ああ、そのプラスの部分まで付け加えてってことですね。うん、だから当たってるじゃん。うん、当たってますね。打たなかったからね、はい、それはもう見えてる結果なんだよ。うん、それなぜならね、はい、外国人頼みのチーム作りをしてるからなんだよ。だから外国人が打たなかったらそれをカバーできる日本人選手は誰もいないんだよね。はい、で、中でよ、はい、やっぱね、今年のやっぱね、反省どころで言うと、うん、もう全部だね。全部、うん。え、でもあれじゃないですか、盗塁とかは一番多くなかったですか。ほら、132盗塁が断トツ。ね、じゃあさ、さあここで問題です。はい、はい、盗塁は、うん、あ、盗塁をするのはなぜでしょう。はい、一つ先の塁に行きたいから。うん、まあそうだね。あ、分かった。打点を上げたいから。そうだね。はい、盗塁するってことは、うん、得点を上げたいからじゃんね。そうです、1塁から2塁に行って、うんうん、でそうなった時にロッテの得点は今年501点と、はい、ね、セリーグ、あ、パリーグ3位、うん、はい、だから、まあ、そんなにめちゃくちゃ悪いわけじゃないね、うんうん、ってなった時に、はい、どうなったら得点できるんですか。盗塁で得点できないですよね。はい、得点圏にランナーを置いた状態で、うん、タイムリーを打てば打つでしょ、打ちば、はい、うん、ってなった時に、はい、得点圏打率が2割4分2厘と、うん、パリーグワースト2位でございます。あ、そうなんですか。はい、へえ。だから要は、うん、盗塁して得点圏に行ってんのに、はい、そっからのヒットが出ないから、はい、点が入んない。あ、じゃあ得点圏でもっと打ってればこの盗塁ってもっともっと生かされたわけですね。もっと生きるし、うん、得点が増えれば、はい、勝ちにつながっていくし、うん、でしかもね、セーブ、はい、は得点圏打率2割2分7厘で最下位なんだよ。はい、でもよ、うん、チームの打点も441と、はい、ロッテより少ないんだよ。へえ。打点はね、はい、で得点もロッテより少ないんだよ。はい、でも西武は3位でしょ、うん、それなぜかっていうとね。分かった。何ですか。得点とかはロッテの方が多いけど西武は防御率が良かったから。そうなんだよ。ってなったらよ、はい、ロッテは打撃陣もそんな良くなければ、はい、まあ、悪くもないけど、はい、投手陣も良くもなければってとこだから。なるほど。だから補えてないのよ。どっちつかずなわけですね。そうそうそう、うん、結果ね、はい、で、うん、投手陣もね、はい、チーム防御率が 3.42 と、うん、って言った時にパリーグ4位、はい、で先発防御率は 3.35 とパリーグ5位、うん、で救援防御率 3.54 とパリーグ5位っていう、うんうん、だから補えないんだよ。だから点も、点めちゃくちゃ取ってたら、うん、前の西武が優勝したみたいに、はい、点10点取られても11点取る野球するぜ、うん、なのか、うん、点取れないけどピッチャー抑えて勝つぜ、どっちなんだいっていうね。だからどっちでもないってことですよね。そう、だから中途半端。あ、だから5位。あー、なるほど。だから中途半端なチームになってるんだよ。ってなった時によ、はい、できることって言ったらもう走ることしかないのよ。はい、だからホームランも少ない、うん、得点圏打率も悪い、うんうん、チャンス広げられない、うん、打線続かない、はい、走るしかないじゃん。そうですね。そしたらね、うんうん、で走り回っていくけども、うん、もう1点取れない、はい、ピッチャーは抑えられないみたいな、うん、そうですね、うん、なんか確かにロッテの特徴は何ですかって、今年のロッテのチームの特徴何ですかって言われたら、うん、別に打つイメージもあまりないし、うんうん、じゃあ投手がずば抜けていいかって言ったらそういうイメージもないし、うん、そしたらやっぱ、あ、走ってたな、うん、というイメージになります、ね、今年一番のロッテの特徴何ですか、うん、って言われた時に、ね、はい、もうほぼ人が言うのは、はい、佐々木っていうだけだから。あー、そっか、佐々木朗希佐々木ってそれチームの特徴じゃないからっていう個人完全試合ありましたからね、うん、っていう
まあ、いわば中途半端なチームだったのよ、はい、だから結局は、うん、いい争いするけども、うんうん、それが、うん、貯金多くの貯金作れることもなかったから最後下手ったら落ちるっていうね、はい、ところになってきてるわけよ。そっか、まあ、去年だからこう優勝争いというか上位に行ったのっていうのはやっぱりマーティン選手とレアード選手っていうところが良かったっていうのと、うん、延長がなかったことによって選手層の薄さをカバーできたっていう、はい、で今年は選手層が薄いから、はい、延長があることによって露呈してしまったと、はい、ピッチャーも、うん、この角で投げる選手はいいけどそれ以外のところが薄いから延長になったら逆転負けしちゃうとか、はい、うん、和田っていうところの足使いたいけども、うん、延長になってくると、うん、やっぱ次の打席も考えて、うん、もう出し惜しみすることはなく使い切れないから、うん、使いどころがなかなかつかめない で、うん、で和田も警戒されながら盗塁数を増やせなくて、はい、全く良さを出し切れなかったとかね、はい、なってきて、うん、まあいいところなかったね。そうですね、うん、今年のねチームとしてはね。じゃあどうなんですか、一番の取り組むこと、うん、課題っていうのはもうどこからなんですか。だからもう、うん、打つチームにしたいですか、投手力で勝ちたいですか、うん、どっちですかっていうね、うん、でも両方欲しいですよね。両方できたらいいけども、はい、そんななかなか両方いけないじゃんね。あ、そうですね、うん、まあでも監督変わってね、はい、吉井さんにね、うん、どうなるかっていう、まずね一番、うん、もう一つの問題点で言えばね、はい、ホームランの数が97本とワースト2位なのね、はい、あの球場の狭さでみたいな。あ、中日がね、はい、昨日やった、はい、昨日おとついか分かんないけど、うん、やった中日がホームランの数少ないんだけどね、62本、はい、うん、でもそれはね名古屋ドームっていうね、うん、バンテリンドームっていう広さあるけど、うん、マリンなんて、うん、あのラッキーゾーン作ってんのに、はい、それでもホームラン打たへんってどんな頻度なんだよって思うけどね、うん、ホームランバッターがそんないないですもんね。あんなのホームランバッターじゃなくても入るから狭いんだそうですか狭いんだから、はい、正直ホームラン量産タイプの選手でも量産タイプじゃなくてだって多分、はい、今江が、はい、今の球場でやったらホームラン20発楽勝で打ってるんだよ、はい、あーそうですか。別に今江なんてホームランバッターでも、はい、じゃないですね、強しも20本打ってるんだよ、はい、ホームランバッターじゃないのに、うん、今の球場だったら、はい、多分俺でも多分20本打ってるよ、うん、今の球場だったら、はい、ホームランバッターでもないのに20本打ってるんだよ、多分ホームランバッターだったら50本出るよ、はい、おー、スンちゃんとかベニーとかボーリックとかだったら多分50発ぐらい打ってるんじゃない、はい、今の球場だったら外国人でいうと、そういう、だから初芝さんとかでも多分40本ぐらい打ってるんじゃない、へー、今の球場だったら。で今でもあれですよね、そのロッテの一番ホームラン打った選手って今年山口選手の16本ぐらいですよね。しかも途中からだからね。そうですよね、ずっと出てたわけじゃないですからね、うん、だから来年の楽しみはやっぱ山口を、うんね、この一本立ちね、はい、でもね、うん、ロッテにはね、はい、来年これ強くならへんのんちゃうかと思っちゃう秘密があるの。この間出した動画で今年は強くなるんちゃうかって言ってたのに、でも強くならないかもしれないっていう不安があるの、はい、それなんでかっていうと、はい、キャッチャー松川ね、はい、でファースト井上だね、はい、でセカンド FA しなかったから中村ね、うん、でサード安田ね、はい、でショート多分茶谷、うん、今のところで言うとね、はい、で外野がレフト荻野センター高部、うん、でライト山口、はい、で DH に多分外国人、はい、うん、今年出てるやつと一緒だからね全員。ああ、変わる要素があんまりない。ないのよ。確かに次になんか今ゴリゴリ来てるなっていう選手がいないのよ。いないですね。だからもしファースト、うん、はい、井上じゃなかったら誰って言った時に、うん、佐藤俊也だね。はい。セカンド、うん、中村じゃなかったら誰って言った時に、はい、でも誰でんの小川とかなのみたいな。うん、ショート茶谷じゃなかったら新人の友杉なのか小川なのか藤岡なのか。はい、池田ライト選手ってどの？サードね。サードか。うん、で安田じゃなかったらサード、うん、池田なの、うん、で外野荻野高部山口じゃなかったら岡、うん、和田、うん、菅野みたいな、なんか今までとそう確かに変わんないね、うん、でしかも層薄いじゃん、はい、よっぽどこいつらが頑張んないと、うん、良くなる兆しがないのよ、出る選手が一緒だから。そっか、出る選手がレベルアップしていかないとないとってことなのか、うん、でも荻野はもうベテランだからね、うん、今の頑張りを継続されるかどうかが勝負じゃんね、はい、で高部は研究されなく今年もできるかどうか、うん、来年もね、はい、できるかどうかっていう、うん、で山口はもっと伸びてもらわなきゃ困る、伸びしろでもありますもんね、で安田も井上も伸びてもらわなきゃ困るし、うん、中村は今年みたいな成績だったら困ります、うん、で茶谷はどこまでできるんだろうか、山川もっとね、うん、
松川ね、松川良かったよ、来年頑張れると思う。キャッチャーとして求められるものが何かっていうことを多分理解できたと思う、ね、はい、あ、ですか、うん、なんか契約と公開の時に、はい、打つか勝つって書いてた。あ、佐藤さんの、うん、もうこれが分かってきたら簡単なんだよ。そうですね、逃げ道なく行くからね、うん、またリードかとかって言ったらその逃げ道作ってんじゃねえよみたいなね、はい、そんなのも試合出たら覚えるよみたいな、ね、はい、感じになるけども、でも、はい、その出てる人たちが今以上に頑張っていかないと、うん、多分現状打破できないのよ、はい、だそこら辺が心配だね。あと新外国人誰が来るんだろうなっていう、ね、うん、ところあるけども、その人たちが全員一気に底上げしないといけないから、はい、これって結構難しい課題だからね、うん、誰がチーム引っ張るって言った時の、うん、絶対的な成績のことを引っ張るっていうのがいないから、はい、まあまあ普通にいいだけだから、うん、すごいいいのがいないんだ、はい、そうですね。だから代表に選ばれる選手がね、うん、なかなか出てこないないと、ね、ロッテの中ではいいかもわかんないけども、うん、球界全体で見た時にすごいいいがいないから、うん、そういったところではどこまで頑張れるかっていうところと、はい、まあ、ピッチャーで言えば、はい、やっぱりね、その佐々木朗希が、うん、1年間しっかりローテーション守って来年は球数制限なく頑張れるのかどうかっていうところもあるしね、はい、石川が防御率 2.93 7勝7敗、うん、まあ、援護点なかったかもわかんないけども、やっぱ10勝できなきゃいけない、はい、ね、でももう来年35歳、うん、ちょっともうベテランすぎる、ね、そうですね。で三馬来年37歳、ね、はい、10勝6敗、うん、これももうどこまで伸びしろあるんやっていうね、はい、ところと二木ね2勝4敗、うん、おいおいおい18番が内転戦みたいなね、はい、あと小島投手、小島ね、うん、まあいいピッチングしてても勝てなかったからね。そうなんで勝ち運がなかったですよね。そうそう、3勝11敗ね、まあここら辺はね打線の絡みができてたらね、うん、もっとポンポンってね行くかもわかんないけども、はい、チームの中では防御率トップですからね、うん、3、4、ロメロね、はい、まあ、来季はどういうピッチングがね、うん、できるのかっていうところもあるし、うんうん、ちょっとピッチャーもね、はい、超ベテランに頼りがちだからね、うん、そこら辺のもう一気にこうはないから、はい、どこまで底上げができるかっていうところでね、うんうん、まあ、あとはその種市ね、はい、怪我から復帰でどこまで復活できるかっていうね、うん、ところと、あとルーキーね、はい、専修大学のね、うん、菊池ね、が入ってこれるのかっていうね、はい、で法政からの鈴木翔太1ドラフト1位ね、はい、このままで終わっちゃうのかみたいなね、ところもあるけども、若干ピッチャー陣もね、はい、高年齢化してきて若手のつくあげがなかったら厳しいなっていうところと、うんうん、リリーフもねオスナ、ソフトバンクとかなんか巨人とかもオスナ狙ってるっていう話聞くのよ、まあ、だってフリーだからフリーボールだからね、はい、そうな、条件いいとこ行きますよね。そう、日本に来てんだからね、はい、別に関係ないじゃん、そんなどこそかってね、はい、だからひょっとして抜けたらまた抑えも考えなきゃいけないし、うん、マスターはね今年ちょっと終盤バタバタしてね、はい、もうちょっとちゃんとしないと、まあ、ポジションなくなっちゃいますよっていうところとね、うん、まあゲレーロね、はい、だからで広畑が先発するって言ってるけどどうなるか分かんないで、西野が怪我からの復活で、まあ、今年は良かった東條ね、うん、で唐川はちょっとおいおいおいみたいなね、うん、佐々木千早おいおいおいみたいな、うん、だからこの2年連続ロッテってさ、うん、はい、2年連続活躍しないのよ、はい、だからそこら辺リリーフどんどん大丈夫なんかっていうね、まあでも去年こうで今年がちょっとこう落ちたんで、またじゃあ来年こう来るんじゃないですか。だから今年良かった東條とかね、はい、っていうところが西野とかね、うん、来年もいいままでいるのかっていう、はい、これだから2年連続日本人がなかなかいいってなかなかないのよ、うん、ロッテ落ちたら下がって、あ、そうなんだ。だってこの 3,4 年の、うん、後ろの方程式同じの一回もないから。あ、確かガッチリみたいなってないですね、うん、その年はガッチリだけど、はい、すぐ変わっちゃうから、うん、次の年もまた同じってのはないですね、うん、だからそこら辺をね、うんうん、吉井さん監督になってどこまでね、はい、ピッチャー陣のマネジメントが変わるのかっていうところと、野手はさっき言ったようにね、だから出てこなきゃいけない藤原とかね、はい、もうだからドラフト1位で取ったやつら何やってんだって話なんだよね。だからその全体的にね、うん、押し上げないと、はい、きついね、はい、だからどうなんだろうねっていうね、来季、まあ、これからだから外国人どうなるかっていうところも注目して、で近藤ね取りに行ったけども来てくれませんよみたいなね、はい、そうでしたね、千葉で生まれてロッテジュニアですけど西武ファンなんでみたいなね、はい、まあ、それは西武ファンだったんでしょうね、うん、まあ、分かんないけどね、うん、私はそう思ってますよだからまあやっぱり課題としてはチーム全体の底上げと若手がやっぱ成長させないと、ちょっとベテランに頼りがちすぎるからね、荻野、石川、美馬っていうね、ところがいつまでたっても主力じゃダメだからね、そういった意味ではチーム全体の底上げと外国人選手が急務でオスナが残留するのかどうかっていうところはね、
大きなポイントだけども、はい、全体的に底上げだね。そうですね。そうしないとちょっと光見えない、ね、個人のパワーアップってことですね、うん、個人何かをとかね、投手陣とかじゃなくて、うん、もう全体的にベースアップしないと、うん、なるほど。もう個人がこう全体的にこう上がる、うん、上がっていかないと、うん、なかなか厳しいと思うから、はい、まあ、そこがポイントだね、うん、課題としてはね、はい、だからなかなか厳しいかもわかんないね。まあ打撃練習とかもちょっと変わったって言ってたじゃないですか。そうだね。だからそこをどこまでね、うん、引き伸ばせれるかが勝負だね、はい、あとピッチャーもね、うん、佐々木朗希1年間ローテーションを守れるのか、はい、若手がちょっと育ってこないとね、うん、ちょっとなかなか厳しくなるから、ね、まあ、監督も変わりましたからね。どういうチームになるのか楽しみです。楽しみだね。はい、はい、ドッテの皆さんどうですか。